はいどうも皆さんこんにちは。ニグでございます。マリサだぜ。モナだよ。今回は、なんとですね。なんか聞いたことある言葉なんだが。何も予定決まっていません。殴りたい、そのドヤ顔。今日もマリサさん、細かく突っ込み刻んでいきますね。そうでもしないとお前らのボケを拾いきれないからな。まあ、前置きはさておき、実況していきましょう。まずは、抜刀剣の方でも進めていきましょうかね。今回からは、竹モッドの抜刀剣を作っていきます。まずは抜刀剣の中間素材、鞘を作るのですが、竹モッドが導入してあると、100体倒した銀紙竹光を折ると手に入ります。まあ、あまりにもグダグダになったので省略します。その前に、前回作った村正と銀紙竹光を飾っておきましょう。村正、こうやって見てみるとかっこよさが倍増しますね。銀紙竹光も、やっぱり竹モッド、シンプルですが趣がありますね。そして唐突のアイテム紹介。金インゴットとつづらで。刀。竹モッドで追加された武器です。これも抜刀剣の中間素材です。では、刀の根辺と鞘、刀で。名刀、刀。の完成でございます。もう一本作っておきます。せっかくなので三手にエンチャントしてみましょう。今回もいつも通りに文字が長いやつをエンチャントしていきます。いいのこい？まあ、元気出せって。そうですよ、前までが強かっただけだよ。そうだよね。ははっつ。うえーすっごい鬱陶しい。ということで、三手を飾っていきましょう。場所は適当でいいかな。ポン。三家、すっごいかっこいいですね。あれかな？残白刀かな？またまた抜刀剣を作っていきます。狐火を追加生産して。名刀、刀と狐火、刀の根辺と小麦で。小月刀、白子の完成です。さらにもう一本。さっきと同じレシピで。小月刀、黒子の完成です。エンチャントが違うとこのように2つ作ることができます。これで竹モッドの抜刀剣は全てコンプリートしたのか？まあ、そうなりますね。っていうか、この刀、すっごいかっこいいんだけど。まあ、和風モッドの最高峰と言われる竹モッドなのでね。このくらいかっこよくないと、入れた価値がありませんよ。ちなみに、黒子のスキルは少し特殊なんですよ。前進しただと？この刀は、他の刀とは違い、前に前進しながら敵を倒すことができます。どこかのガトチュデロスタイルですね。黒剣の悪口はそこまでだ。この二つの刀も飾りましょうね。だいぶここもいっぱいになってきたな。では、この刀置き場を完成させちゃいましょう。ということで、鞘を作ってきました。飾りに行きましょう。一番端に飾ってっと。ということで、抜刀剣モッドと竹モッドの刀、フルコンプリートしましたー。ここまで長かったな。いろいろなことがあったけど、なんとかここまで来たね。ですね。まあ、家が家なので感動も少ないですが。いや、こんな家最初から作るなよ。では、目標を一つ達成しましたし、次行きましょう。ということで、ベターダンジョンズの方を攻略していきましょうかね。どうするんだ？当てもなくフォローするのか？とりあえず、上の方に海があるので、そっちの方に行きます。ボートもたくさん準備しました。いざ、大海原へ。特に見どころもないので、ダイジェストで。お、海賊船がありましたね。海にこういうダンジョンがあると、海賊みたいな感じになるな。うわ、あの海賊銃撃ってきたよ。こっちは矢で反撃してやる。さっさと内部に侵入しますよ。お宝はどんなのが入っているのかな？うん。序盤はいい方だけど、しけてやがるぜ。なんだ、海中に沈んでいる建物があるよ。これもダンジョンの一つですね。けど、今はここはスルーで、先に進みましょう。おい、さっきより見るからに大きい海賊船があるぞ。本当ですね、あのダンジョンにはボスがいるのでお宝も期待できそうです。海賊船だけあって、ちゃんと木材と原木で作られているんだね。それはそうですよ、海賊船ですもん。あ、いいこと考えた。ちょっと貸してね。確かカットを売って一括破壊できるんだよね。うん、できるよ。これ壊しちゃえばさ。床全部消えたんだけど。ちょっとモナ何やっているの？いやー、原木だからさ、破壊すれば、楽しいかなと思って。それだけの理由で海賊船の底抜いたよこいつ。ちょっと抜刀剣忘れたので取りに行ってきます。スクモを取ってきました。
さっきのダンジョンに行きましょう。絶対この船沈んでるよね。一体誰がこんなことしたんだろうな。誰だろうね。お前だよ。どうもどうも。倒されてください。要求が理不尽すぎる。いやー、やっぱりつくもは強いですね。鉄フル4体以上を相手にしても圧倒的ですものね。さっさと内部に侵入しましょう。どうもどうも、襲いに来ました。さっさとボスのところに行かせてねー。とりあえずボスらしき部屋の近くまで来ました。モナのせいで階段がとっても登りにくくなっています。上に行きましょうか。あ、ボスがいました。このボスは今まで戦ってきたネクロマンサーとは段違いに強く、ワープ、分身、透明化、状態異常付与などの嫌な攻撃をしてくるボスです。ワープをするときは背後にいることが多いので、戦うときは壁に背中を預けておくと戦いやすいですよ。そんなこと言っている間にもう体力が半分切っているな。つくもはストポなしでもダメージが20超えるので、ほぼチート級の武器ですね。あっさりと倒しちゃいましたね。さすが私の剣だね。じゃあ、もらえるだけもらっといて、先へ進みましょう。唐突ですが、私は今、ネガーにいます。本当に唐突だな。パート6のコメントで、フライドポテトをラージチェスト1個分集めてというコメントがあったので、ちゃちゃっとブレイズトラップを作って、放置していました。ピストン押し出し式で、結構効率がいいです。では、処理してみますか。ちなみに、処理に使う刀は白虎で、初期からドロップ増加が3ついています。これで AA しようという寸法ですよ。処理施設に来ました。順調に溜まっているな。うわぁ、こんなにもフライドポテト職人がたくさんいるなぁ。しかし慈悲はない模様。さすがドロップ増加さん。フライドポテトが滝のように溢れてきました。いやぁ、この瞬間がたまりませぬなぁ。そうですなぁ。一回そのうざい喋り方をやめろ。今はこのぐらいしか集まっていませんか。ポン2時間くらい放置したらこのくらい集まりました。ついにお前も放置クラフターになったか。ネガーから帰還してきました。ちなみに、ブレイズトラップだけで80レベル溜まりました。お前どれだけ放置したんだよ。このラージチェストにフライドポテトがいっぱいになったら、クエスト完了ですね。そうしたら納品クエスト専用の倉庫が必要になるな。時間があったら作ってみますか。金属大還元祭りじゃー。急に元気になったな。さあさあさあ、私のダンジョンで取ってきた全ての防具、武器を、金属に溶かすコーナーが始まりました。しかし、そのような動画を見せるのもあれなので、あのコーナー行っちゃいましょう。第2回ミッキーに早食い宣言。また私たちにあの地獄の所要をさせるのかよ。今回は安心してください。世界大会です。どの辺が安心なのか原稿用紙5枚以上で説明しなさい。シビアすぎるでしょ。じゃあ4文字で王道。安心のかけらもない。ということで、今回もこのミキプルーンを一気飲みしていただきますよ。今回は大丈夫だよな。さすがに世界大会ですよ。しようと思ったけどダメでした。ちょっと警察呼んできますわ。やっと私の成果が出るな。お前前回優勝扱いだったもんな。ということで、皆さん、配置についてください。絶対優勝したるで。ミキプルーンの人の実力、見せたるけんね。お前何語喋っているんだよ。それでは、スタート。食わないでおこ。コンビニ行ってくる。知ってた。すべて溶かしたらこのくらい集まりました。これを全部ブロックに加工して、ビーコンを作って、ヘーベルの前に設置していきましょう。今回は、一段のやつを4つ作り、余ったブロックで大きいビーコンを1個作っていきたいと思います。3段になりました。ものすっごい豪華だな。ヘーベルはこのようになりました。進化してる？これでもっとかっこよくなりましたね。今回はここら辺りで終了したいと思います。あと、何かをやってほしいコメントは、パート7の方でお願いだぜ。そうでもしないとごっちゃになってわけわからなくなるからな。よろしくだぜ。けど、いつも通りに感想とかうぼつコメントはこっちでお願いしますね。次回からは皆さんから寄せられたコメントをやってみたいと思います。今でも間に合う、あなたのアイディアが大ヒットシリーズになるかも。ということで、楽しみに待っててくれだぜ。それでは、ご視聴。ありがとうございました。